レオン師匠の深釣り堀。レオン師匠こんにちは。はい、こんにちは。今週も深釣り堀よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日も視聴者の方からの質問にぜひお答えしていただきたいんですが、うん、今回はですね。まあ、結構多くの釣り人が人によっては悩んでるんじゃないかなというある厄介な生き物についての質問です。 おうおう夏場に出てくる厄介者の磯ブよ対策はどうされていますかという質問えー、なるほどはい対策どうされてますかで終わり終わりですねはいブユねブユとかブヨとか言ったりするよねはいじゃんはいはいはい かゆいんだよなあいつにやられるとか <laughs> ですね。そ、うん、ぬかかって言ったりもしますよね。そうい、ねね、ぬかかの一種で、ねうん。うん。そうだな、どうしようかな。これ、まあ、すごくシーズナブルな質問だし、舞踊だけじゃなくて、あのかってすごいじゃん。すごいですね。 ジーンズの上からでも刺さってる。<laughs> 刺されるじゃない。<laughs> はい。だからまあこれ、まあどちらかといえば僕専門部屋の話なんで。ああ、なるほどなるほど。実はペットの方でね。はい。うん。なんで、今こう喋りながら頭の中ぐるぐるっていっぱいいろんなことが回ってるのよ。で、やっぱり武勇だけじゃなくてカも一緒にちょっとお話し,しようかなと。はいはいはい。 えっ、ー、とまあただのブヨだののつ釣り人としてね釣り場で遭遇するそういう吸血虫ね、はい、の対策っつったらまあ分かりやすいのは普通に虫よけスプレーですよまずは。うん、じゃあこの虫よけスプレーが何度やった話を考えないとうん本当にいい対策ってできないの うん、なるほど、うん。で、ここでね、よく勘違いする人がいるのが、殺虫剤と希肥剤は違うよってこと。おー、なるほど。<laughs> 殺虫剤使う人がいるよね。はいはいはい。<laughs> あのー、だからね、やっぱり使うべきはね殺虫剤ではなくて起飛剤です、寄ってくんなっていう方ってことですね。うん <laughs> <laughs> あのー、分かりやすく言うねあんま専門的なことを言っちゃうと皆さん混乱するので殺虫剤ってのは毒なのよはいはい、はい、もろに毒なのよ、うん、死んじゃうのよ虫は、うん、シュッてかけたらで防虫剤防ぐ虫ねはい希肥剤は毒じゃなくても希肥できるわけ防虫できるのようんうんうん うん、で厳密に言えば毒なんだけど毒性が薄いってことね要ははいで何を言いたいかというと毒薬って人間にも毒だよって話だよああそうですね生き物全般にとってってことですもんねそう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 、うんでやっぱり防虫と殺虫は別ですよということをまず念頭においてお店でホームセンターなんかでその防虫スプレーを買うときにねはい 何を使ってるかはちゃんと見ないとダメ。うん、成分をですね。成分見ないとダメ。うん、うん。でね、一番有名なのは、これ、米軍が、えっ、ー、とね、湾岸戦争あたりぐらいから本格的に使い出した、まあ、世界で一番たくさん使われている、ディートっていう素材があるのよね。はい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 、うん。ディートはね、世界中で最もたくさん使われてるだけあってね、非常に強力です。 ううん、うんで人間には割合毒性は低いとうん、うん、文献読むと書いてあるけどなるほど言っとくけど割合だからねディートリの殺虫剤防虫剤を使うのかっていうのが一つとディートの場合ははっきりディートって書いてあるからねうん濃う度ん、うん、も書いてあるからねうん うん何 ppm とかなんか日本で今手薬局とかで手に入るあの最強のやつだと30%ぐらいみたいなあおよく知ってるで、ねはい、よく結構ねあの釣り関連で紹介されがちなイメージです三十30%が許可されたのが、ね、多分十10年ぐらい前なんだよね、うん、あ割とこう近年ですね、うん、それまでは20%までしか多分、うん、あのー ななんだっけなスキンガードとか、シューって、あれディート使ってたのね、一時期ちょっともあの厚労省のほうで問題になった、消費者センターで問題になったりもして、なんえいつ決まったのかちょっと俺、思い出せないけど、20%に決められてたのが、デ、ま、ィ、あ、ート製剤作るのに少しいろんな進歩があったんでしょう、今十30%まで OK になってるよね。うん ただ僕は個人的にはね鵜呑みなしないんですぐああいうのは。<laughs> おお、なるほど。本気でや信じない。<laughs> うん、<laughs> で、あの経、ー、緯、それとね、もう一つはね、合成ピレスロイドっていうのがある。ほほほほうおうおうおう、うん。だからピレスロイドと書いてあったり、もしくはピレという頭ね、ピレトリンとか、はははいはい、はい。ピレトリン、フェネトリン、これ合成ピレスロイドっていうんだけど、 えー、合成ピレトレドって何かというとああのまあ、ピレトリンという名前の薬剤なんだけどピレトリンって天然なんだよ。ほほほうほうほう、うん、あの合成化学薬剤じゃない、ね、ピレトリンは。うん、ピレトリンって、えー、ピレトリンで有名なのねカトリセンコ。<laughs> おーなるほど、えー、ともっと分かりやすく言うと女中菊。 女中菊って音だけ聞いたら字が頭に浮かんでこない人は女中さんの女中菊かと思うよね。<laughs> 女中っていう言い方自体がもう今時ないから、女中さんって言わないわな。<laughs> <laughs> 確かに <laughs> <す> <laughs> ね。まあ、お女中って、女中さん、あの女中じゃないからね。の,の,ぞのぞく虫で女中だからね。はい いやそんなこと知っっててるよっていや知らない人もいるから言ってんだよ。女中菊っていうぐらいで虫よけなんだよ、女中菊ってお。菊はあれですよね、植物の菊っていうことです、ね、菊、菊、菊科の、ねはい、まさしく菊科の植物なんだけど、うん、あれをたくさんこう植、栽培してさ、うん、で切って干すの。はい、で、乾かしたやつをすり鉢でゴリ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 水立して練ってさ。はい それで千個作ってたのよ、昔は。うん。あれが今、今でいう緊張さんの渦巻きのやつよ。よはいはいはい、蚊取り線になる、ねうんね。江戸時代から作られてて、あれは非常によく聞きますね。うんで、そのピレトリンと同じ作用をするものを化学合成して作ったものを。ピレスロイド剤っていうのよ。おお、なるほど、うん。で、やっぱりね、大体何でもそうなんだけど、天然ものより。 なるまあ、えっ、ー、とね何言ってるかしたら一応の専門知識持ってますよということだけど <laughs> あ<の> <laughs> イメージしてもらうためにわざと言ってんの。なるほど。ここから先はものすごく簡単にしゃべるね。はい。えっと、まあ、ディートに白ピリスロイド経済に白スプレーになっててシュシュッと吹きかけたら虫が死にますよとか虫が寄ってきませんよっていうやつさ。 はい、で夏になるとホームセンター行くと表に飾ったりよドーンってもう今の時期はい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 それはねペットショップ行ってもねこの時期はね一番前にな並ぶのがその防虫剤なんだああなるほど人間も一緒、うん、<laughs> 今買いやすい時期わあもう全部ね、うん、いろんな銘柄のが出てくるから、うん、でもしスプレー買うんだったら天然成分由来っていうやつ買った方があの比較的安心 おなるほど。で、えー、どう安心なのかなのかって言ったら、まあ、スプレーなので、はいえー、低いとはいえ毒性があるので、スプレーを吸い込まないようにスプレーしましょうと。あ、あの、人間がこう、う鼻からすって吸っちゃないように、ね。息止めて、はい。ってやってやらないと <laughs> まず。まずこれが一つ。うん、次はね、服の上に服もんなの。うん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 。で 説明書を読むと、素肌にもって書いてある。はいはいはい。うん。ここで勘違いする人がいるの。素肌にも吹いて刺されたくないから、はい、ここをやるわけ長袖を。はい。これがアウト。おー、ダメなんですかダメ。ディート剤は特にそう。お<ー>この服と皮膚が擦れるじゃん、動いてるやはい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 。これで高確率で皮膚やられる。 あなるほど。うん、これがディート経済の特徴だっていうのね、皆さんしっかり覚えておいて。うんだから、素肌なら素肌、もう、こはい、とにかくこすっちゃだめ。こす、うん、らないということ、うん、です。で、ね、まあ、ピレトリン系でも一緒なんだけど、まあ、ピレトリン系は少ないと思うんだよね。ほとんど売ってるやつが D とか、もしくは、あのー、 天然素材使ってますよっていうのがね、あのメーカーによってはあるので、ちょっとね、現場から俺離れてるから、銘柄思い出せないんだけどな、えー、っと、やっぱりね、あのー、緊張さんなんかは天然系得意なんだよ、もともと。うんうんうん。うん、でも、何なに製薬っていうのは、そうでもないからね。<laughs> お<ー>まあ、あのー、最近売り場見てないんでね。 私も出てると思うよ天然成分由来だとか全く、まあ、天然ですよっていうのがあると思う。買うならそういうものを選んで、えー、素肌プラス服をかぶせるような使い方は絶対しないように。うんうん、皮膚の弱い人はねもうろにやられちゃうんで、うんうん、そういうことに気をつけながらあと吸い込まないように。ということなんだけどこの人の質問 ってさ、多分レオンさんどうされてますかって話なんだと思うんで。そうですね、捕獲リゴリですはい。レオンさんはどうやってんのかなっていうのをきっと。<laughs> あのー、なんで俺が専門知識知ってるかとしたら、まあペットの仕事をもう25年やってるからね。はい。あのペットってやっぱノミダニかにやられるわけ。うん。で病気になるの。うん。 うん、だからペットにいろんなその防虫剤なんか使うしお散歩の時なんかもあの飲みって散歩中に飛ぶ飛んでくるからねはいはいはい犬散歩させて公園なんか行くと植え込みがあるじゃん必ずはいあそこを通るから飲みが飛びついてくるんだねダニムのうん当にもうピョーンと飛びついてくんよ、ね、<laughs> だからそれを防ぐのに僕とこのメーカーインクスネットワークスと言いますはい 水田に宣伝しとこう <laughs> ペティト事業の方の会社の名前ってことですよねそう,そうそうそう、ほんうちの会社はもともとインクスネットワークスという会社で、そこでアウトド,ドア部門、熱理やるようになったから、はい、そこにインクスレーベルってつけただけだった、ね、う,んうんうん。インクスネットワークスのおーでホームページ見て、そこからたどってもらったらあるんだけど、お散歩ガードというスプレーがあるんです。お散歩ガーードドこれは D とももレスレードも一切使ってない おで毒性がほとんどないなるほど虫が嫌う匂いをつけてうううんうんな、うんうん、何かって言ったらねえっ、ー、と木材を焼いた木作液ベースなのお<ー>焼かないとダメなのなるほどだからね焦げ臭い匂いする、えー、それを嫌って使わない人がいる現代人ってねまずいことにね 自然はい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 。ね人工工量はあ「いい匂い」とか言ってね香水みたい。でも天然の匂いは食べ物だろうが飲み物だろうがあなんか変とか臭いとか嫌、うん、がる子多いじゃないうん。だめですよ。<laughs> まあいいや。えっ、ー、とね木を焼いたりねいろんなことをして、あのー、そういう薬剤を使わずに虫が飲みも何にも カも寄ってこないよっていうスプレーをうちで作って売ってるのよ。はいはい、これあれ、あれですかね。正式名称はピュアラバグアンドダストガードってやつですよ、ね。よく見てくれてありがとうね、はい。検索してんだね。<laughs> はい、今ホームページをう。もともと、元々お散歩ガードという名前だったんだけど。はい。ちょっと、あの、シリーズ化して名前を。ややこしくしちゃって。うん、<laughs> そう。あの、な、何か言ったらバグったら虫じゃん。はい。アンド。 ダストガードだから、ダストだから汚れとかね。はいはいはい。ゴミ。汚れと虫と両方から、ま、守りますよというコート剤なんだよね。なるほど。吹きかけると、すごいその虫が嫌がる。あの森林火災の匂いがするんだ。おおなるほど。うん、これで怖がって近寄ってこないの虫がまず。うんうん。あとその匂いだけじゃなくて、木酢液も虫が嫌がる。 これを入れてあとねあの海藻を使ってんのね昆布とかお<ー>の粘性を入れてるわけでこれを拭くと上にあの海藻成分の飛膜ができるのよで帰ってきた頃にはもうパリパリになってるわけ飛膜がうん、うん、見,見えたりしないよ、はい、で排気ガスからボーって排気ガスが出て人間の目には見えないけど お散歩わんこの体には排気ガスの,あのタールのちっちゃいのが霧状にくっついてるよ、都海道お散歩するわんこには。お<ー>これ、これがよろしくないんだって石油だもん、石油の思いいそういうのがコートの上の、さらに、コートってのはひものことね、はい、犬のコートの上に、えー、海藻エキスコートが吹き付けてあるから、帰ってきたらブラス、ブラッシングかタオリングでこう、さらっと取れちゃうんだ。 おだか虫と汚れから同時に守りますよってうんで<ー>バグンダストガードってつけたんだけどまあそんなことを作っあのものを自分僕とねあと植物学者の友達がいてで一生懸命考えて作ったような製品そんなことしてるからさそんな僕がホームセンターで虫除けスプレー買うわけがなくって。<laughs> なるほど。で速攻性が で使用感がすごくよくてでの一生懸命友達と二人でその植物学者と考えたんだけど、はい、あのね昔からあるものが一番いいんだ実は<ー>もうあれに勝るものない,ないからもう自分たちで作るのをやめたおうおうそれを教えますうい <laughs> よいよ本題です <laughs> もう知ってる人も多いと思ういやあのここ10年ぐらいでだいぶ有名になったからね うんうん、それはハッカ油と無水エタノールで自分で作るのスプレーをああなるほどあとまあ概要欄に貼っとくけどさ、はい、ああのあれでも見せるわまず材料はカ油はい油は油ねはッカの油ハッカ油、はい、でハッカってさい最近知らないよねみんなね <laughs> 多分分昔はあのねあめとかもよく売ってましたけど最近見なくなりましたね <laughs> 分かりにくいけどミントって言った方が分かるわなあそうですねはい、うん、ミント結構そこら辺に生えてたりするからねミントなのよミント100%のハッ油っていうのがねや薬局に売ってんの、うん、薬局行って買うものはハッ油はい 次はそれをさっと気圧蒸散させるためのアルコール系のものが必要なので、うん、これが無水エタノールはいうん薬局でしか買えませんうん子供は買えないかもしれないよ多分ああそうですね今厳しくなってうん真っかいうん、無水エタノールそれからえっ、ー、とね何ていう名前だったかな純水完全なるお水 えっと水,水みたいなやつですかねあ水,でなか水道水でも悪くはないんだけど、うん、圧倒的に精製水,水のがいいから精製、うん、水,水と無水エタノールと白化油、うんうん、これ、えー、エタノールと精製水,水を割合に応じてこうまあえっ、ー、とそうだなこう,こういう100ミリなり200ミリのスプレーボトルを 均でコップかなんか水100ミリ入れてまあ95ミリぐらい入れて、うんえー、ちょっとごめん割合を <laughs> 今パッと思い出せない、えー、そこに無水エタノール入れるわけ、はい、8回はねほんと数滴垂らすだけなんだようーんなので一番最後にじゃあじ、ね、そう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 カシャカシャカシャっとバテったあとはシュッシュッとするだけなんだけどうん 何がいいって、例えばね、ブ、え、ユ、ー、ってこれ、たぶん、君なら経験あるんじゃないかと思うけど、えー、防虫スプレーしたのにブユが寄ってきたでしょ。そうなんです。彼ら <laughs> 突破してくるんですよね。だろ。はい、うん、聞かないね。聞かないですね。 効、うん、かないけどディートとかついてる肌にブユがゲットくっつくとブユの方もあってなってんだよ実は。うううんうんうん、うんうん、でも俺たちが欲しいのは殺虫剤じゃないだよ。寄ってくんなっていう。寄ってくんなって話でしょ。はいはい、そしたらこ,この体の外に寄ってくんなオーラを作るバリアーなりオーラを張りたいわけじゃん。はい、そうした時に市販の防虫、えー、スプレーがな案外効かないんだよ。 うんなるほど。比較的かなんかだったらかなり効くよねってのが腰に緊張力ぶら下げてるじゃんみんな。はい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 。あれは寄ってこないでしょうが。<laughs> はい。なんで燃やした緊張のピルスロイドがぶわー漂ってその匂いで「やべー!」っつって寄ってこないわけよ。うん。ここれがねハッカ油のいいとこなの。お<ー><え>なるほど。 揮発蒸散力をものすごくた高めてるわけ。うん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 。うん、あのね秒速8 0 0ーでパチッと弾けるのよ。はい,はいはいはい。薄いエタノールの中に白火油入れてスプレーでシュッとやると秒速8 0 0ーだからね。 おー早い八百8 0 0ル向こうまで行くのっ違ってた <laughs> 速度の話だからこんな距離を秒速8 0 0ーでピシッって動くんだよだからこの辺じャーってやっとけば大体こうバリアができるっていうのがあの発火スプレーのいいとこなんだようん,うんうんえっ、ー、と気発蒸散うんあの顕微鏡なんかで見るとパチッと弾けるんだよね水 精製、えー、水,水とエタノールの中に白化油を溶かし込んだやつが、スプレーで蒸散されて空気中にまかれると、その乾燥する過程において、パチンと弾けるわけ。はい、だ弾,け弾けるって、ピャッとなるスピードが秒速800メーター、だから、結構 <laughs> いい感じで守られる。こう体の周りにそのまといる感じになるということですね。そう うん、これがまず一ついいところ。はい、で蚊にも効くしブユにも効くの。うんうんうん飲みにも効く。うん。うん。ダニがなかなかって感じでね。ああダニ強いですね。ダニはね鈍いんだこの辺で神経が。ああ<ー>。<laughs> でもダニは大丈夫だからね釣り人は。<laughs> うん、もう一番嫌なのはブユ次が蚊だよね。はい。でもう一ついいとこがあるのハッカスプレーヤーの。はい。 ミントって生活の中でいろんなもので使われてるんでしょうはい。あのー、ヒーリングで使うでしょうああ、そうですね。アロ,アロマ的な。はい、そう。アロマティック、ヒーリング。要するに、はい、ミント系のものを使って部屋に置いといたら、ものすごく安らぐ。うん。あと、安らぐのと、ミントのスプレーを。 そうですね。それが、水エタノーこと、せい水い溶かしたってスプレーになってるんですね。はいはいはい。作って、自分の顔を向かって、吹いてごらん。感動するから。おお、それが、の夏場。うって、うぺた、うた、もう、え首汗だたらだらで、てパッと,とタオルフ吹いてその、発火スプレー、しゅしゅしゅってやっしゅし当分気持ちいいから。ああ、確かに。 清涼感が得られると <laughs> うんお水が寄ってこない上にこれぐらい完璧なものないと思わない <laughs> 確かに <laughs> ただあの再々拭いた方がいいねあ豆に豆ん。もうあのー、日焼け止めクリームみたいに、まあ、1日2回塗りゃいいかなんてじゃダメ、うん、1>, これ1時間に1回ぐらいうん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  で、気持ちいいから拭きたくなるよ。<laughs> なるほど。クーラー持っている人はクーラーの中に入れとっから、まあ気持ちいいから。お<ー>で、悪いもの一つも入ってないんで、無水エタノールと生成水,水と発火だから、油だから、うん、もう頭に拭いていいのよ、時間に。で、帽子にもまんべんなく拭いて、帽子の内側にも拭いて、でもあと髪の毛にも拭いて、もう顔にもこすり込んでぐらいやっても大丈夫。なるほど。 だっただもう一時間はもう寄ってこないとねうんうんうん。くせえわあいつみたいな感じで。<laughs> <laughs> です。風吹いたら、まあ涼しいから。うん。はかむってると。ひゅーってなる。<laughs> なるほどな。ちょっとまあ、あのー。今日のご質問に関しては、大まかにはこんなとこなんだけど。はい。せっかくなんで。 概要欄だけじゃなくてちょっと見てみましょうかはいえーっとねちょっと待ってねニフティ不動産不動産屋さんがなんか書いてくれてるね「ハッカ魚スプレーの作り方虫除け消臭クールダウンをクールダウン書いてあるじゃん<ー>ねはい清涼感抜群のハッカ魚スプレー手作りできるの知ってますかおいミントなんだよこういうふうに完全にほんとだ <laughs> ねえ食べたことあるでしょはい。<laughs> イタリアンレストラン行くと出るよね、時々。<laughs> はい。あと、なんだっけ、モヒートあ、そうですね、モヒートとかね。モヒートの中へ仕事も突っ込むよね、これを。えー、っと、これだな。このセットですね。うん。 北の香り、発火ユ。まあ、銘柄は別にこだわなくていいと思うのよ薬。薬局で買わないとダメですからね、皆さん。ホームセンターで売ってませんよ。<laughs> 薬局でフルセット手に入るので。発火ユ、生、うん、水、無水エタノール。ね。日本薬局法、精製水,水。で、多分薬局に来は今時こういう。 アトマイザーっていうかあのかのスプレーボトルも売ってるかもしれない。そうですね。うん。おすすめはね、50ミリなんかじゃダメ。釣り行くときは100ミリか150ミリかにしましょう。はい。たっぷりめに作っていって、ブシュブシュ拭く。うんうん。乾いたら拭くぐらいのつもりで。<laughs> これ超おすすめ。はい。ハッカ油スプレー作ってみます。材料ハッカ油、蒸蒸水、無水エタノール。 100ミリリットル分のスプレーの作り方。えー、適当な大きさのスプレーボトルに白火油3あ、ごめん、<laughs> 30滴、40滴だ、俺もわっ <laughs> 適当だからごめんね、ごめん。無水エタノール10ミリリットルに白火油40滴ほど垂らす。なんか俺が昔やってたやつよりだいぶ多いな。 なんかここはもしかするとお好みなのかもしれない。うん、これ、好みがあると思うんだよね。うん、俺が使ってた八回はね、本当10滴ぐらい入れて十分だった。今でもあるけどね、部屋の隅っこに。10ミリの精製水,水90ミリだね。エタノール10ミリリットル、精製、うん、水90ミリ、これで100ミリリットル。で、八回はまあ30滴、40滴ほど入れましょうみたいな。うん えとここ重要。白湯は PS。PS ポリスチレンは溶かすので、はいえー、PS ポリスチレン以外のスプレーボトルな大丈夫だからね。ううんうん、うんうん、ポリエチレンなら大丈夫ですよ。なるほど。ポリエチレンとポリスチレンっていうのがあるって覚えておいて。ポリエチレンは効くでしょ、そっちはね。はい。で、えー もう衣類にもブシュブシュ吹けますよと。発火のすがすがしい香りがふわり。私たちにはとてもいい香りですが、虫やこの香りは嫌がるとこんなとこですね。活用その2消臭案の方向。ああ、なんか吸水剤に含ませて窓際とか洗面所に置くとかいうやつだな。そうですね。うん、リネンウォーターとして枕カバーやシーツ、うん、クッションにもいいよみたいな。 ってことはあれだよ <laughs> キューちょっと汗臭くなった自分の車のシートにも拭けばいいってこと <laughs> そうですね爽やかな爽やか <laughs> いっぱい作って持っていきましょう <laughs> そうですね <laughs> うん。結構このハッカユなんか聞いたことあるぞって方ももしかしたら結構いるかもしれないんですけどもしかしたらねいやハッカユよりなんとなく薬局でね その虫よけスプレー買っちゃってたっていう人もいると思うんでまあねか買ってすぐ使えるのが手軽だから買っちゃうよね、うん、みんなねでもあの、うん、ディートがいっぱい入ってるやつとか結構高いですしねあもう一つ思い出したはいあのねディートにしてもペレスロイド系にしてもこうシュッシュッとやるじゃんはいえ例えば半袖着てたとするじゃないかはい 暑いからっつって俺は暑くても流すだな,なんだけどでシュ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 ッとするけど綺麗に濡れてるかっつったら濡れてないんだよああ均一にうそうはいはいる全面覆ってるかどうかなうんいってはい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  <laughs> だからあのね、ぬる系のあのディート系とかピレスレールード系はね、そういうウィークポイントがあるのよ。<ー>でも、あのっか湯、に匂いで寄せ付けないやつは、ばーっと拭いとけば、この体の外にガード,ドローンができるんだから、匂、うん、いという、うんだからうん。だから市販のやつをのスプレーはもう本当にびっしりまんべんなく拭かないと。 うん、あの実際の効果は薄いよっていうのも覚えておいた方がいいね。うん、いやー勉強になりました。<laughs> どうかなブユね。あとさ、本当に何やってもだめな時だってなくはないのよ。相手が狂乱状態の時は突っ込んでくるからね、平気で火の中でも。でしょなんか油と一緒ですね。 そう狂乱状態になっちゃったらね <laughs> あの命ってのは全部そうなのよ。もう蜂の大群のも平気で頻度なか突っ込んできたらすんだから。うん、うん、であれあのねやっぱり対策なんだけど僕の夏の釣りは今着てるこれがそうだよね。はははいはい、はいでグローブがなければせめて手の甲を隠すこれ、ねうん、で。うんでフードをかぶる。うん、でマスクをする。うん そそれだけで相当ブユって防げるじゃないそう,です、ね、うん。あとあのー、アウトドアメーカーのハットなんか買うとつば、うんえー、の裏側にレールがついてて虫よけすだれがこうつける日よけとか虫よけうん。そんなのもねアウトドアメーカーのこの時期ホームページ行ってみるとねあのー、特に渓流も多いじゃんブユが。 多いですね。だ、汽流はあれですよね、もう衣類自体にあの防虫の練り込んでますみたいなの、最近ありますよね。で、あれやってても、あのいわゆる目まといっていうやつが来るじゃん。はい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 。目の前へ、みゃ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 。うん、<laughs> あ間、もう集中力、すごくそがれるよね、罪にならないぐらい。うねうん、あれはね、なかなか白火油でも防ぎにくくって、うんうん、だからもうそういう時はもう、あのす,すだれを。 スルのついた帽子を僕はかぶっていってたね。うんうん、でも、白桂を全然効かないわけじゃないんで、あの、ケイリの目まといにも。うんうん、で、自分の顔に、ね、スプレーしても大丈夫だってのを覚えておくとかなり効果的だと思うよ。うん、確かに。うん、ちょっと、あの、虫け自分の顔にってね、ちょっとなんか抵抗感あります、ね、思いっきり噴射するって。なら大丈夫。 モヒートをこうう塗ったと思えばいい <laughs> そうですねアルコールにミントだから。<laughs> うん、でとあもう一個。あのまあ異論があると思うのよ。異論があると思うんだけど嫌がる人も多いのも知ってる同じ釣り人だから。でも 僕は夏場全、ずっとフルグローブだから。うん。五本カット、冬の方が逆、逆に。うん,うん、うん。秋とか春とかを、五本カット使うけど。夏は僕、フルグローブです。<laughs> おお<ー>。うん。それはね、あんなやつがいっぱいいるから。で。だいたい第二関節食われるだろああ<ー>。らやられますね。やられますね。うん。あのかゆさないよな、もう。四 <laughs> 日ぐらい痒いね、ここが。はい。 だから僕はもうフルグローブを大体あのバッカの中に大体いつも3つぐらい入ってるおおなるほど。汗かいたらやりかいて。ぐらいフルグローブと長袖と半ズボンでも下にラッシュガードを、うんうん、履いてえ虫から守るようにします。であのラッシュガードを。あと 短パンにラッシュガードある人はい、うん、これもね、メーカーによって、えー、っとね、あの、スポーツ系の、なんだっけ、トレーニング系のタイツがあるじゃん。はい。加圧したタイツが。はい、あの、コンプレッション系みたいな。コンプレッション系、コンプレッション系のタイツは、釣り、はい、には向かないです、僕,僕はそう思う。なぜかって言ったら、ね、短いんだよ、竹が。 あくるぶしが出ちゃってね完全にくるぶしが出るの。うん、コンプレッション系じゃなくて、えー、普通のタイツを買う。でうん、うん、普段だ M サイズだったら L を買う。うん、L サイズの人は XL を買う、うん。長めにくるぶしを隠すような履く。うん、でスニーカーなんだけどスニーカーを履くときに あのくるぶし靴下を履くよね最近はよく。はい,はいはいはい。履くけどはい、はい、釣りに行く時は駄目 <laughs>。やっぱロングタイプで。釣りに行く時はロングソックスを履いてその上からこれを下ろすわけ。ううんうん、うん、そうすると絶対に足首のところ露出しないのよ。うんで足首露出したらこれもキューベも経験あるでしょ。なんでそのくるぶしの一番出っ張ったとこ食うんだっていうぐらい。

参考になななったののではいいかなと思いますあの夏のこの暑い時期、虫もなんですけど、ぜひ視聴者の皆さんも熱中症などに気をつけて、釣りを楽しんでいただければと思います。じゃあ、りおん師匠、今週もありがとうございます。はいどうもじゃあまたね